だよ。頭かち割るぞ。ここにしてやる。俺の番ね。してみろ。舐めないでくれ。こっち見ろよ。いや、舐めんな。舐めんなよ。やんのか。やんのか。俺の番だな。やってみろ。ぶっ飛ばしてやる。やるな。助けてください。ん、おらおら、さっさと金出せや。おい、てめえら、しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あ、なんだお前は。はあ、来てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですよね。え、バイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。どうか言ってんだよ。上がってこい。私の番ね。ほら来いよ。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん、ははこいつが依頼があった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチッピラが。ヒーローの名にかけて。死ねえぜ。俺の番だな。見てろよ。
きたぞ。やってやろう。聞こえろ。ジャコが来てみろ。とっておき。よし、よし、決まるよな。このチンピラ強い。だからチンピラじゃねえって。そうです、この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた、どういうことですか。先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。タグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。まあざっくり言うと派遣型の便利屋みたいなものですね。簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のようにチンピラなどのしょうもない連中に絡まれた時に、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は異常に治安の悪いどん底の街ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだよ。じゃあ俺は行くぜ。ああ、ちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしい。そして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。
もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう、この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。それでは町の平和を頼みますよ。ねえ、バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。
え？おう。おい。わかった。よ。よ。
また。ちょっと。よ。Hey!
ねえ。
おう。入れるか？4人だ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか？紹介？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか？それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う？私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか？不法滞在者の雇用を疑ってるってことか？そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って札でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね？そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はぁ？ねえ？当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね？本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ？疑うっていうの？いえそういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる、早く案内して。マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの？じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。おう。
おう。誰もいねえのか？おい、すんません。なんか用すか？バットを直してくれるって聞いてきたんだけど。
あんた、ここの人？はい、沢すみれっす。こう見えても、一応ここの工場長なんすけど。工場長？こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか？確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて、すごい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 ！ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ行くぜ。あとちょっと。よっと、すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。それだけじゃないっすよ。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういやガランとしてるな。経営あんまりうまくいってねえのか？あんまりっていうか全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前っすから。修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作ってその返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのかよくわからねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心なら
またいつでも来てくださいよ。バットだろうが何だろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。よろしく頼むぜ、スミレちゃん。わかった。
よし、やめんなよ。見てろよ。おっ、はい、逃げるなら今のうちだった。これが俺の番だな。俺の番か。いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。おお、こりゃなかなか。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手はどうも、はじめまして、よろしくお願いします。おお、よろしくな、ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。ビップ席？ほら、奥にある部屋。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？え、いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあ、なんで採用されたんだ？多分、ビップルーム係ってことで採用されたのよ。ビップルーム係？ビップルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とか、ヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いから、みんな、あの部屋には行きたくないのよ。例えば、リューマンの連中とか？そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。はあ、かわいそうに。じゃあ、サエコは今、あいつと。いい加減にしてよ、この変態。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前ら、なんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだな。ちげえよ、
あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があって、ハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ。リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか。あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？やんのか。ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。待て、お前の実力は分かったな。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ。おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、組織の上の人間に俺がチクる。そしたらどうなるかな。てめえら俺を脅そってるか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこいてたこと反省してんのか。でもちょっと遅かったんじゃねえの。ちげえよ。あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おい、お前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ裂きにして横浜港に捨てちまえ。よし。楽しませてくれよ。かかってこい。やってみろ。来やがれ。なめないで。おい、さ、ほら来いよ。なめるなよ。行くぞ。やってやるぞ。ぶっ飛ばしてやる。どうするかね。舐めるな。舐めんな。私の番よ。舐めんなよ。さあ、逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。俺の番だな。取っておきな。行くぞ。やってやろう。それでほら来いよ。行くぞ。お前どうするかね。やんのか。よくぜ。くたばんのはまだ早いぜ。
たいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった、喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長？なんでマブチさんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だぞ。何かの間違いだろ。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接マブチに聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人はマブチさんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かにマブチさんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え？あんたリューマンなんじゃねえのか。バカ、ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本だ。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。う、嘘じゃねえよ。本当に知らねえんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに、わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言いようだね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。でお前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえから
とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはね。え？他になんか知ってんのか？俺の知ってることといえば、そうだな、まぶしさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使？まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってまぶしさんの会社から仕入れてる店がある。まぶちは中華街が嫌いなんじゃねえのか？そりゃまぶしさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もまぶしさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品。しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはまぶしさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やまぶしさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがまぶちの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使にまぶちは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥にハンピン貿易公使の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、まぶしさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか、ハンピン貿易公使のバイト。いやでもやったところでよ、まぶちに会えるかは分からねえんだぞ。とはいえ今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってまぶちにつながる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。雇っちゃくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハルワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんなよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急にハンピン貿易公使の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからね。だからよ。仮だなんてやめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかおさわりだけにしとく。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。